バスがあるんですよね。まあ、空港から見るとちょうど地図でいうと下の方に行く感じなんですけども、長距離バスで、行くっていうのがいいと思います。タクシーはちょっと長距離でさすがにお金かかるかなっていう感じですね。まあ、日本からやっぱり行くとき、まず、二ノ脇の国際空港マニラですね、直行便4時間ぐらいで飛んで、そこから、長距離バスっていうのが一番いいと思います。まあ、本当に安全とか快適さを考えたら、グラブとかでですね、長距離で行くっていうのもできるんですけども、まあ、タクシーだとちょっとお金かかるかなって感じですね。まあ、ビーチリゾートとして綺麗なバタンガスなんですけども、やっぱりあのマニラの、空港とかですね、街の周辺だとやっぱり汚い海がほとんどなんですけども、やっぱりバタンガスとかその辺まで行くと結構あの綺麗な海があって、まあ、行き方もね、あの空港から、バスか、車でっていうシンプルな行き方なので、あの難しくないかなと思うので、結構行くとあのやっぱり海が綺麗で、あのリゾートとして人気ありますね。現地在住で日本人、まあ、移住者、まあ、連絡先とかね